人工透析とは、医療行為の一つで、腎臓の機能を人工的に代替することである。単に透析とも呼ばれる。腎不全を患った患者が尿毒症になるのを防止するには、外的な手段で血液の老廃物除去、電解質維持、水分量維持を行う必要がある。日本は、腎不全を解決する、腎移植への認知が普及していないため、 2017年11月現在で、約32万人の透析患者がいる。腎臓には、子宮体老化、尿細管の再吸収といった尿の生成、老廃物の排出、免疫、内分泌、代謝といった機能がある。免疫は、細胞性免疫への関与が示唆されており、腎不全の患者では、細胞性免疫の低下が認められる。 また、内分泌は防止球体装置によるレニンの分泌やエリスロポエチンの分泌、ビタミン D の活性化、キニン、カリクレイン、プロスタグランディンの分泌などがある。腎機能障害、慢性腎臓病ではこれらの機能が障害されていく。腎機能を示す指標として、尿検査による、タンパク尿、血尿といった所見やクレアチニンクリアランスを用いられる。 採血検査では、血中尿素窒素、クレアチニン値がある。クレアチニンは、骨格筋由来の代謝産がものであり、体格や運動量の影響を受ける。尿素窒素は、タンパク質の代謝産がものであり、感染症、ステロイド、消化管出血や、食事内容などに影響を受けるため、両者を見ながら、人機能を考えていく必要がある。一般に、 クレアチニンは 2mg、デシリットル以上になると、ネフロンの数は正常の半分以下になっていると考えられる。クレアチニンが5から 7mg、デシリットルあたりになると、透析の導入が検討される。慢性に進行した場合は、クレアチニンクリアランスが 10ml、ミニッツを切るまで、通常の生活を送る上で、自覚症状が乏しい場合も多く、 検体感などで病院を訪れて、血液検査を行って、初めて腎臓がほとんど機能していないと知ることもある。透析は、クレアチニンクリアランスが 10ml、フの血液浄化能力しかないため、かなりの時間的制約があるにもかかわらず活動、食事などに関しては、慢性腎不全と同様に制限を加えなければ、ならない治療法である。そのため、 投析導入をできるだけ遅らせる治療がなされている。それが高圧薬による血圧コントロールや食事療法である。急行性症研究班の投析導入基準によれば臨床症状、腎機能、日常生活障害度、年齢によって腎機能障害のスコア化を行い、60点以上となったら投析導入を行うと定めている。ただし、 基礎疾患が糖尿病である場合は60点に達していなくても透析導入に踏み切る場合がある。透析患者の予後は動脈硬化による心疾患が多いため、糖尿病がある場合は早期導入した方が動脈硬化の進行を食い止められる可能性が示唆されているが、まだ結論は得られていない。透析には腹膜透析や血液透析などがある。 近年の考え方では、PD ファーストという考え方が主流であり、患者の生活環境が許すのならまずは、腹膜透析を行い、4から5年したら血液透析に移行するのが最も良いとされている。あくまで残存人機能が保てていることが前提である。ため、血液透析回避目的で、腹膜透析を継続することは避けるべきである。また、 PD ラストという考え方もあり、こちらは血液透析に耐えられない終末期医療において腹膜透析を利用した最小限の人機能代償を行い生活レベルの改善を図るものである。なお、急性腎不全は病態が全く異なるため上述とは全く異なる。CR7.0mg デシリットル BUN80mg デシリットルといった、急性腎不全では透析導入となることが多い。多くの急性腎性腎不全は、急性尿細管越しであるため、透析導入にて合併症を回避し、乏ぼし尿器から、利尿器に移行すれば数日で透析から離脱することが、できる。しかし、多臓器不全の場合は十分な利尿が得られないことが、多い。急性血液浄化療法。 特に急性腎障害での CHDF の適用としては、尿毒症の出現、鬱血性心不全、排水種の出現、保存的治療で、管理不能な電解質異常、BUN84mg 八、デシリットルの高度の高尿酸血症、p h 七点一の高度のアシュデミア、飛ぼし尿、無尿、高体温、透析可能な薬物による中毒などが知られているが、 十分なコンセンサスは得られていない。血液透析装置患者に2本の加入例を挿入し、血液を体外へ導出して、原外ろ過と溶質除去を行う。残忍機能によるが、基本的に週に3回の通院が必要。毎分100から2 5 0トルという大きな血流量を得るため、 維持透析患者では、動脈と静脈を体表近くで交通させた、内シャントを作成し、ここに加入レを戦死する。シャントのない患者や緊急時には、透析専用のアクセスカテーテルを、右内形静脈、または、素形静脈に挿入して、血液透析を行う。一般的には、毎回4から5時間の透析をする必要がある。また、生体人では、 週168時間かけて行われる体内浄化を血液浄化療法では極端時間に行うため急激な電解質変化と蓄積した尿毒症性物質の急激な減少により不均衡症候群を生ずることもある。なお、血液透析を受けながらの就業、就学は地域によっては可能である。特に都市部では午後6時ごろから透析を開始する。 施設が数多く存在するため業務終了後に通院することができる。また近年では投石患者専用の旅行ツアーを用意している旅行代理店も存在し日本各地並びに海外への旅行が可能となっている。1998年から日本でも在宅血液投石が健康保険法に収載され特別な患者の負担なしに 家庭での血液透析が可能となった。患者自身の腹膜を透析膜として利用する手法、持続的蛍光式腹膜透析が有名である。腹腔に加入れを留置し、腹腔内にグルコースを含む透析液を貯留することで時間をかけて老廃物をろ過する。1日に数回の透析液交換を患者自身で行うため、通院による拘束時間が 血液透析と比較して短い。また、患者な透析を行えるため、心血関係への負荷が少ない。一方で、腹腔に異物を留置することから、合併症として、腹膜炎や出口部感染が大きな問題になる。また、自宅で手技を行うためには、患者本人や介護者にある程度の判断力と技術が必要とされる。加入レ挿入は回復手術であり、 通常は入院が必要である。術後は入院中にチューブの接続方法や透析液の取り扱いに習熟しなければならない。CAPD では6時間ごとに1日4回透析液を出し入れせねばならないが、最近では夜間睡眠をとっている間に透析液を自動的に腹膜内に出し入れする装置 APD も利用可能となっている。以前は 自らの手による回路との接続で、雑菌等で、腹膜炎を起こすものが多かったが、昨今は雑菌用の紫外線を照射しつつ、自動的に、腹膜透析用の機械とかニューレを接続できる機器の開発で自宅での CAPD、APD が以前より安全かつ容易になっている。腹膜透析は、長期にわたって試行すると、腹膜の機能の低下により、 腹膜飛行や非能性腹膜硬化症などの合併症を引き起こすことがある。このため、腹膜透析を施行するのは長くても8年程度までとされている。通常は4から5年前後で血液透析への移行を検討することとなる。1970年代ヘンダーソンらが提唱したヘモフィルトレーションは日本でも ヤマカミラが専用のろ過膜やプロセッサの開発を行った。開発当初ヘモフィルターのろ過速度が低く、フィルターを直列に2段接続し使用していた頃も、あったが開発が進み単独使用での治療が可能となった。ヘモフレッシュの膜素材はセルロースアセテートでスカドは2.5程度となった。膜の評価は従来から用いられていた BUN クレアチニン。 VB12 などに加え、イヌリン、オバルブミンを用いている、中分子量領域の除去パターン確認は、液体クロマトグラフィーで検証している。形状は、平膜タイプ膜管に、波板状のコルゲートを挿入することで挿入を維持しやすい工夫がなされている。またコルゲートの中間点にスリットを入れチャネルリングを起こしにくい構造となっている。 当時はまだマイクロプロセッサ制御の血液浄化装置はなかったが、山城、泉らがダイセル化学工業との共同開発を行い、CPU としてインテル 8085A を用いた容量制御方式の血液ろ過専用装置を作成自然国の主要病院で臨床治験を行った。血液ポンプ、保液ポンプにはステッピングモーターを用い、 露液と補充液のバランスは光センサを用いた血液ポンプの制御にもステップ式に流量が増加するプログラムを組み込み患者に優しい動作を実現した現在広く用いられているスロースタートアップの元になる技術であるマイコンを積んだ血液浄化装置としては本邦発ということで読売新聞にも掲載された その後1982年5月本装置に補充液のオンライン化装置を付加したものを UCS ドのヘンダーソンの下に搬入しランニングを実施した現在の透析液のオンライン化の走りの装置といえる地間補充液の製剤形状も当初ガラスビニールの1リットルバイアルを治療ごとに20本用意したこれは重量や排気の面でも問題があった そのため大容量のバッグ製剤を作るに至ったが、当時厚生省では1リットル以上の輸液バッグは、前例がなく、認可を取るのに時間と労力を要した。当時の緑十字との共同開発で、ハルトマン変宝液を封入した3リットルバッグを、開発試試験を行いその利便性を検証した。その後認可が、下り各社が大容量のバッグ入り血液補充液を、上司した。 血液ろ過法としては1983年2月に保険適用された。血液透析では、拡散現象により物質除去を図るため、拡散速度が大きな尿素やクレアチニンといった、小分子量物質の除去には、優れるが、比較的大分子量である低分子量タンパク領域と呼ばれる物質除去は効率が落ちる。血液ろ過はろ過流束に乗った。 物質除去を原理とするため、低分子タンパク領域物質の一部までの均一な除去が可能である。小分子量物質の除去は、ろ過速度、QF と古い係数 SC に支配され、血液透析には及ばないが、中分子量物質、低分子タンパク領域の物質除去は、透析より勝るため血液透析では改善できない、病態の改善が認められている。また、 循環動態が不良であり、通常の HD に耐えられない場合、不均衡症候群が起こる場合も用いられる。透析では、中空の半透膜で構成された、ダイアライザーと呼ばれるデバイスが用いられるが、血液ろ過では、比較的に、除水能が高いヘモフィルターを用いる。ヘモフィルターに血液を体外循環させ大量の、現代ろ過液を取り出す。これは、 血液流量2 0 0リットルミニッツに対して平均8 0リットルミニッツ程度となり取り出された原外露回気に相当する補充液を注入し血液浄化する。使われる補充液の量は約2 0ル程度となる。ヘモフィルター通過後の血液に補充液を注入する方法は後希釈法といい、通過前に注入する方法は全希釈法と 呼ばれている。全希釈法では、入り口濃度が低下し、大量の補充液を必要とするため、ヘモフィルター内での濃縮効果が得られる後希釈法が、一般的に用いられている。大量の補充液を必要とする全希釈法を、実現させるためには、特に正常化された、透析液を補充液として利用するオンライン HF、HDF といった方法を用いる。 あと希釈法においては、角の露化速度を与えると、膜内送金棒において、ファウリングと呼ばれる現象が生じ、膜固有の分子分角特性が失われるため、露化速度設定には、注意が必要である。HD と HF を同時に行う、血液浄化療法である。通常の HD では、循環動態が悪くなる患者に用いれることが多い。 HD よりも小分子除去に優れ、中分子除去は HF よりは劣るが HD よりは優れている。急性腎不全の重症例や全身状態の悪い症例に対して行われる血液浄化法である。HDF を24時間持続的に行うということである。患者を長期拘束をし、長時間の工業顧薬の投与による出血のリスク。 ICU 管理となることが多いので面会の制限などがあるものの少量ずつ透析を持続的に行うため全身状態に与える影響が少なく血管外物質の除去効率が高いというメリットがある。血小交換、二重ろ過法、血小吸着療法、直接血液吸着療法、白血球除去療法などが知られている。慢性腎不全における腹膜透析と 血液透析の違いをまとめる。HF と HDF といった血液浄化療法は HD よりさらに高い質の血液浄化を求める場合に選択される治療法であるため基本的にはこの2つを考えるのが主流である。もちろん最初から安定的に高水準の溶質除去を求める場合は HDF 等が考慮されることもある。 病態による使い分けも存在するのと同時に、患者自身の求める生活の質によって透析方法が選択される場合もある。血液透析は、まず内シャント増設術を行い、週に3回4から5時間の透析を医療機関にて行う。腹膜透析、特に近年の主流の CAPD はまず、天候不可定テ,テル留置術を行い、 その後実質毎日24時間透析を行うという形になる。しかし、患者自身が透析を意識するのは1回につき20から30分の透析液の交換を1日4回行う時のみである。腹膜透析の方が時間的制約は少ないが、すべての処置を自分でしなければならないため、日常生活に障害がある場合は非常に難しいと言われている。 腹膜透析を始めるには、まず腹腔内にカテーテルを留置する手術を行う。留置後は、カテーテルの洗浄を数日間行い、その後 500ml から透析液の貯留を始める。体格に合わせて1回1.5から2リットルまで増加させる。その後、腹膜平行試験を行い、腹膜透過性の評価を行う。この結果には透過性の低い順にロー、ローアベレージ。 ハイアベレージ、ハイの4つがあるが、ローやハイといった腹膜の性質では腹膜による維持透析の管理が困難である可能性がある。また、残忍機能を含めたウィークリー CCR、ウィークリーキロトン、V も同様に評価を行い、透析スケジュールの調節を行う。透析液はグルコースの濃度、CA 濃度が大きな変数となるが、近年は 高カルシウム濃度の透析液を用いるのが主流であり、また中皮障害を防止する目的で中性透析液を用いる。CAPD では HD と異なり浸透圧と拡散現象を用いて尿毒物質の除去を行う。長時間透析液を腹腔内に入れておくと濃度勾配がなくなり拡散が弱まる。6時間ほどでクレアチニンの拡散も止まるので、 透析液を交換するという原理である。血液透析と異なり、原外ろ過ではなく、浸透圧による除水を行い、浸透圧物質として、グルコースや、ある種のデンプンを用いている。そのため糖尿病の患者では、血糖コントロールが不安定になりやすい。かつては、血液透析では中分子除去が苦手であったため、中分子除去という観点から、 複膜透析が好まれていた。しかし、中分子除去も可能なハイパフォーマンス膜という、透析膜が開発されたため、その優位性がなくなった。しかし、新血管への負担が少ないこと、事業を維持しやすいこと、血液透析と比べて、食事制限が緩やかであることから、PD ファーストという考え方は存在している。透析導入が必要と判断された場合に、 CAPD が可能な状況ならまずは CAPD を行う方が予後が良いという考えである。しかし、長期間にわたる腹膜透析には非能性腹膜硬化症という合併症のリスクがあるため4から5年程度で血液透析に移行する必要がある。また、主要なトラブルとして腹膜やカテーテル挿入部への感染症があり予防のために 厳密な清潔操作を患者本人が行う必要がある。血液透析を定期的に行うためには、大量の血液を透析器へ供給するための血管が必要である。そのためにウチシャント増設術という手術を受ける場合が多い。この手術は、手首のすぐ上で、頭骨動脈と等速側上脈を粉合して、等速側上脈に、 大量の動脈血をバイパスさせ、等速側静脈を透析用の血管として用いることができるようにする手術である。等速側静脈がシャントを作るのにふさわしくない場合は、肘やタバコ下で、動性脈粉合を行ったり、動脈氷剤化を行う。また、人工血管を用いて、シャント増設を行う、人工血管移植術を行うこともある。 グラフトの場合は、シャント閉塞や感染を起こす危険性が高くなる。内シャント増設術後のトラブルとしては、シャント血管圧迫や血圧低下によるシャント閉塞、慢性の通過障害による内シャント流やグラフト流、末梢の血流低下による痺れや蒼白、霊感などが生じるスティール症候群、血流異常によって生脈圧が上昇し主が、 赤白色に主張し痛みも伴う静脈硬、血圧症、シャント感染、循環動体の乱れによる、紅白出性心不全などが知られている。シャントは、シャント増設術後、自分の血管を使用しているものは、数週間で血液透析が行えるくらいに成熟するが、粉合部、縫合部の回復を中心に考えれば数日のうちに使用することも可能である。また、 長年の使用で徐々に、シャント血管が老化して使用できなくなることがあり、その場合は、反対側の腕などに、シャント血管を作り直す手術が必要となる。緊急の血液浄化が必要な場合は、一時的に、右内形状脈や素形状脈から、アクセスカテーテルを挿入して、血液透析を行うこともできる。多臓器不全を合併する。 重症患者の透析としては日本では持続的血液ろ過透析が用いられることが多い。特に急性腎障害、低心機能症例や重篤な炎症が見られる症例においてよく選択される。CHDF では間欠的血液透析と比べて有利な点がある。それは除水時の血圧低下など循環動態への影響が少ないこと、また、 血中尿素窒素の濃度変化も患者であることから、浸透圧変化による細胞不腫のリスクが低いことが挙げられる。アイドより程度は少ないが、体外循環開始時の血圧低下が認められることがある。また、回路内の血小板の消費、持続的に使用する工業小薬の使用による出血傾向、ブラッドアクセスカテーテルによる感染、出血、血栓。 透析液使用による、電解質異常、ダイアライザーや、工業庫薬でのアレルギーなどが認められることがある。日本における、CHDF の設定は、血液流量60から1 0 0リットルミニッツ透析液流量5 0 0ットルアワーズ露化液流量3 0 0ットルアワーズ補充液流量8 0 0ットルアワーズ都市患者の状況に応じて、 除水量を設定する場合が多い。血液透析は、血液回路、透析モニター、ダイヤライザーの3つのコンポーネントに分解すると分かりやすい。まず血液透析は拡散と、弦外露化によって、尿毒物質の除去を行うものである。血液透析の成績を左右する因子として、週に何回行うという透析回数、1回あたりに、かける透析時間。 用いる透析機械、ダイヤライザーの種類、用いる工業固薬といったものが挙げられる。バスキュラーアクセスとしてウチシャントから血液ポンプを介して1分間に数百ミリリットルの流量で血液を取り出し、ダイヤライザーへ送り込む。血液の体外への循環中に血液が凝固することを防ぐ目的で、工業固薬を持続注入する。工業固薬には、 ヘパリンのほか、低分子、ヘパリン、メシル酸、ナファモスタット、アルガトロバンなどが用いられることがある。血液浄化を行う上で、短時間透析を行うのは、生体の構造上不可能であると言われている。血液透析は、細胞外液のうちの血液を用いて、体内の尿毒物質を排除するという治療法である。あまりに、短時間の透析をしてしまうと細胞内液や 間質液に含まれている物質が血液に移行する前に透析が完了してしまい、透析不十分になる可能性が高い。透析時間と予後については知られた関係であり、長い方が良いとされる。濃縮液を生成水によって35倍希釈し、温度、濃度をチェックした後にダイヤライザーに供給している。透析液の素性は電解質に関しては、 正常結晶に類似しており、尿素、クレアチニンといった老廃物は含まれていない干渉剤である、重炭酸を高濃度含有しているということが特徴である。近年は、現代ろ過を行うために、除水量制御装置が必要である。近年は中分子の除去も可能な、ハイパフォーマンスメンブレンを用いることが多い。ダイアライザーの性能はクリアランスで示される。 クリアランスは血流量に依存するが大抵は2 0 0 m l ツになるとダイアライザー固有の値になることが知られている。一般にダイアライザーの尿素クリアランスは設定した血流量の95%程度である。ダイアライザーにはいくつかの種類が知られている。再生セルロース膜は昔から使われているダイアライザーであり、β にミクログロブリンといった。 中分子除去はできないが、アルブミンなどが除去されてしまうことがないため、栄養障害のある高齢者には用いられることがある。合成鉱分子膜には、パンや PS、プナなどがある。中分子除去、除水ともに良好である。しかしアルブミンが除去されてしまったりパンは、ACE 阻害薬との併用が近忌であったりと、すべての膜に、それぞれの癖がある。また、膜の素材に、 アレルギー反応を起こすことがある。多分尿素は相対液中にほぼ均一に分布している分子量60の小分子である。そのため血液浄化療法の治療を決定する上で重要な情報となり得る。一般に尿素は血中尿素窒素にて測定されることが多い。透析患者の BUN 値は変動しているため BUN にて 透析状態を評価するには何らかの基準が必要である。一週間の透析中及び非透析時の BUN を時間的に平均した値が卓分である。月、水、金の週3回透析であれば月曜日の透析終了時の BUN と水曜日の透析前、BUN の平均値に相当する。卓分がリグラム。 デシリットル以下では合併症を起こす確率が低く、それ以上では合併症を起こすリスクが高いと言われている。タンパク質を 0.8g、kg、で以上を摂取し、宅分が 65mg、デシリットル以下ならば、透析は順調と考えられる。注意すべき点としては、尿素自身は尿毒物質ではなく、溶質の除去が十分にできているのかという。 指標であるというもので、それ以外の物質と合わせて評価が必要である。尿素除去率透析前後で、BUN がどれくらい除去できているのかを、パーセントで表した値である。透析前 BUN である。70から80%ならば、透析は十分できているが、70%以下では、透析不十分の可能性がある。またあまりに高値の場合は、 最循環を起こし、十分な透析ができていなかった可能性がある。標準化タンパクイカ率タンパクイカ率は、賞味のタンパク分解量なので、タンパク摂取量と賞味、組織タンパク分解量の和である。過度のタンパクイカ、同化などがなければ、賞味の組織タンパク分解量は例であるので、タンパクイカ率は、タンパク摂取量に等しくなる。月水菌透析であれば、 タンパクイカ率イコール0.144基礎体重プラス1.29.35が知られている。この値が0.9から 1.5g、ラム0の範囲内にないと予後が悪くなる。透析患者の食事療法の評価 NPCR から計算できている。標準化透析量標準化透析量は、キロトン、V で求められる。K は、 ダイアライザーの尿素クリアランスであり、t は透析時間であり、v は尿素の分布溶石である。尿素の性質から相対液量、すなわち体重の60%に一致する。キロトンは透析量、すなわち1回の透析過程でどれだけ血液量から尿素が完全に浄化されたかを示す値と言える。これを v で割るので透析過程で、 相対液量の何倍の血液量を完全に浄化したのかを示すのが標準化透析量と言える。少なくとも1以上にならなければ CCR10ml ミニ追加の除去能となるので透析不足である。1.6以上を保つのが理想的だが現在のところキロトン V が高ければ予後が良いことを示すエビデンスはない。臨床的にはキロトン V イコール Ln で計算することがある。しかし、病態把握をするには、まず標準化透析量に基づき透析のプログラムを立て、一通り透析を行ってから、卓分とタンパク以下率を計算し、透析が十分かを評価した方が望ましいと考えられる。新座と式による透析量の自動計算フォームがある、ドライウェイトドライウェイトとは、 基礎体重と同義と考えられており、不腫がなく、血圧正常、心境核比は極一般的には50%以下であり、極端に小さな数字は脱水域の体重と考えられている。しかし、これを決定する方法論は確立していない。様々な所見から、医師、看護師、臨床工学技師、その他、スタッフ、並び患者自身が、 総合的に評価を行う。尿素以外の溶質等積前最悪値で、計5.5ミック、L、π6mg、デシリットル、箱39ミック、L となっていなければ、食事制限や炭酸水素ナトリウムの投与を検討する。β にミクログロブリンアミロイドーシスの原因となるので、30mg、L 未満となるようにする。高値なら、 中分子除去の方法を検討する。PTH インタクト正常値は60ピコグラム、ミリリットル以下であるが、透析患者の場合は低 CA 刺激による二次性、副甲状腺機能更新症をきたし、高値となりやすい。60から180ピコグラム、ミリリットルとなるようにコントロールするべきである。骨型アルカリホスファターゼを測定することもある。 半ヒ一心房性ナトリウムリニョペプチドは心不全のマーカーであるが BNP と比較してより心房の負荷、すなわち容量負荷の状態を反映する。正常値は8.0から32.2ピコグラム、ミリリットルである。透析中の患者では透析後採血で40から60ピコグラム、ミリリットル程度が望ましいと言われている。BNP は、心室負荷。 心不全をより反映すると考えられている。正常値は18.4ピコグラム、ミリリットル以下である。心不全の際は100ピコグラム、ミリリットルを超え、時には1000ピコグラム、ミリリットルに達する。こちらは透析管理のためというよりは、腎不全による、心疾患の進行を調べるために測定する。胸部単純 X 線写真に回の頻度で、透析後。 肺鬱血、胸水や心拡大がないかを評価し、ドライウェイトの設定その他に利用する。深夜後年に1回の頻度で、腎不全による、心疾患の評価を、心臓超音波検査にて行う。透析中の合併症としては、最循環、不均衡症候群、血圧異常、筋肉の軽縮、血管痛、空気側線、透析液異常など多数がある。 これらは透析の原理を考えることである程度の説明は可能である。なお、腹膜透析の場合は、細菌性腹膜炎や硬化性腹膜炎といった合併症が有名である。透析中の溶質の動きに注目する。血液透析は血液を浄化することで、細胞外液、細胞内液の浄化を行おうという考え方である。物質によって、細胞内液、 間室液、血液の移行速度が異なることに注意する。小分子や中分子は、タンパク質と結合していない限り、血管壁を自由に通過することができる。そのため、濃度勾配がなくなるまで間室から血管内へ物質が拡散する。そのため、小分子、中分子に関しては、細胞外液全体を浄化できていると考えることができる。 しかし細胞内液に関しては尿素を除き自由には透過することができない。そのため体液中の多くを占める細胞内液に関しては少しずつしか浄化することができない。短時間透析がうまくいかない理由はここにある。透析時間を短くすると一時的に細胞外液は浄化されるが細胞内液からの濃度勾配によって物質が 流入してくるのですぐに元の状態に戻ってしまうことが知られている。最循環浄化した血液が全身を回らず、透析されてしまう状態である。透析後の血液検査上、十分な透析ができているように見えるが、実際には血液の一部しか浄化できていないため、浄化した血液に触れる機会が少なかった、間質液。 細胞内液からの溶質の流入が起こり、しばらく時間が経つと透析不十分な血液データになる。ちゃんと血管への先子部位の選択を誤った場合、透析されて血管に戻った血液がそのまま再び、ダイアライザーへと向かってしまい、非常に狭いループで血液が循環してしまう。不均衡症候群血液脳関門では、尿素の透過性が低いため、脳脊髄液よび、 脳細胞と血液の間には他の細胞膜と異なった尿素の不均衡が生じる。血液透析によって脳脊髄液以外の尿素は速やかに除去されるが、脳脊髄液、脳細胞内の尿素は除去されず、不均衡が生じる。それは結晶浸透圧の式からもわかるように浸透圧勾配を生み出し、水分流入による脳浮腫、脳圧更新を招く。これが 頭痛などの原因と考えられている。これを防止するため、透析時に血液の浸透圧を高めるべく、グリセリンのような頭蓋内圧の更新を治療する薬剤を使用することもある。血液透析中の循環結晶量の減少速度は指数関数的であり、前半ほど除水効率は高いと考えられている。循環結晶量の低下による代償機構は、 静脈収縮、心拍数の増加、末梢血管の収縮、血圧の低下という順に起こる。透析中も、収縮期血圧が100水銀中ミリメートル、平均血圧60水銀中ミリメートルを維持、できるように透析は調節するように心がける。血圧低下血圧の低下は、発生時間によって3種類に分かれると考えられている。 透析前半に発症する場合は、循環結晶量の減少に、新血管系の代償機能が作動しきれず、血圧低下をきたすものである。低アルブミン血症などの高リスクの患者で起こりやすい。この場合は、細胞外液を補充しても、同じ速度で透析中の低血圧を繰り返す。そのためアルブミンやデキストランの点滴や、 原外露化速度を小さくするくらいしか方法はない。透析後半に起こる場合は、循環結晶量の低下によって起こるものであるので、輸液でも、原外露化速度の抑制でも有効である。心血肝疾患、続発性副甲状腺機能更新症、人生骨異栄養症、透析アミロイドーシス、後天性脳包成人疾患などが起こるとされている。 主な合併症は、腎不全患者の血圧管理は、透析導入前と、透析導入後で、マネジメントが大きく異なる。透析導入前の血圧管理は、子宮体内圧の上昇による腎障害の進行を防ぐのが目標であり、塩分制限といった食事療法や、高圧剤の投与といったことがされる。抗圧剤はガイドラインでは、ACE 阻害薬や ARB から始め、 コントロール不良であったら、カルシウム拮抗薬や、利尿薬を併用し、シナジーを得るようにするように進められている。カルシウム拮抗薬に比べて、その他の高圧薬は、効果が出るのに時間がかかるので外来での、内服開始後、一週間くらいでは、効果がわからないことが多い。高圧剤の選択に関しては、人機能が高度に障害されるとそれ相応の処方の、 仕方というものがある。カルシウム拮抗薬は輸入細動脈を拡張させる作用があり、ACE 阻害薬や ARB は輸出細動脈を拡張させ子球体内圧を低下させ、タンパク尿の減少を行う作用がある。カルシウム拮抗薬は全体の血圧が下がれば悪影響はないと考えられているが、高圧効果不十分であると子球体内圧を上げ、 腎障害を進行させるリスクがある。そのためガイドラインでは、腎障害時の高圧薬としては、ACE 阻害薬や ARB が推奨されているが、これらの薬は、一過性に GFR を低下させる作用もある。そのため高度の腎障害の時に処方開始すると、糸球体巨脱を起こすリスクがある。また利尿薬は、ループ利尿薬とサイアザイド系がよく用いられるが、 サヤザイド計は、子球体ろ過量が 50ml、ミニッツ以下では全く高圧効果がないため注意が必要である。腎不全が進行すると、胃と球体ろ過量が低下するため、体液量依存性の高血圧が生じる。体液が貯留することで心拍質量が増加し、心臓に負荷がかかるため、全身自己調節が働き、 末梢の血管が収縮し全身の体液量を減らす方向に働く。すなわち人性高血圧は慢性期になると心拍質量は正常化している。人工透析に良くなるように調節することで末梢の血管は拡張し、血圧、体液量ともに正常化する。このプロセスで安易に高圧薬を投与すると、透析中の血圧が低下し、コントロール不良となる。 透析中の患者は DW の設定や体重増加によって大きく異なる点が特徴である。高血圧が進行したら DW が適正化、再評価する。起立性低血圧が起こらないのが理想的だが、糖尿病精神経症がある場合は適正な DW でも起立性低血圧が起こり得る。体重増加の大きな原因は食塩の過量摂取ある。 透析間の体重増加は DW の3%以内が望ましいが5%までは許容範囲である。それ以上の体重増加がある場合、透析中の合併症が起きやすく十分な除水が困難となることが多い。用いる薬物療法としては、サヤザイド系利尿薬は効果がなく、ループ利尿薬も難聴の副作用があり、 尿量確保ができなければ用いるべきではない。結局 CA 気候薬、アチェ、ARB、ベータブロッカーが用いられることになる。CA 気候薬は、高圧効果が強く、透析が必要な末期腎不全では、肝排泄性であるため好まれる。また、常用量で使用できる点も非専門医でも、扱いやすいところである。ARB、アチェでは、 心臓のリモデリング作用に期待できるが、単透析膜使用中に、アナフィラキシーが起こったという報告もある。透析患者がよく訴える不快な症状として、小村返り、皮膚のかゆみ、足の裏の違和感などがある。透析患者の不快な症状の緩和に、漢方薬が用いられることがある。小村返りに対しては、芍薬肝臓油が用いられる。透析中に足がつる場合は、 透析前に服薬する。皮膚のかゆみには、陶器飲酒を用いる。足の裏の違和感には、牛車人気丸が用いられる。漢方薬服用時に、飲み水量が増えてしまうことがあるので注意が必要である。長期透析患者は、主にビタミン D 活性化障害のため、低カルシウム血症になりやすい。一方、リン酸排泄は低下するため、 血清リン酸濃度が上昇する。低カルシウム血症及び高ン酸血症の二つの刺激により、副甲状腺からのパラトルモン分泌が更新し、骨を壊す破骨細胞が活性化されると骨からのカルシウム放出が増大する。その結果、骨素症症及び異所性石灰化が起こりやすくなる。異所性石灰化とは、 骨ではない場所にリン酸カルシウムが沈着してしまうことである。一所性石灰化は動脈硬化性病変の進行を促して、心血管系や脳血管系の障害発生を高める。実際、透析患者の死亡原因では、心血管、脳血管系の障害が上位を占めている。日本は、腎臓病患者の透析率が95%で、アメリカ。 韓国の40%などに比べて極めて高い。透析に詳しい医師らは、患者一人当たり年500万円を国が負担してくれる日本では、病院にとって透析を一旦始めると儲かるビジネスになっていると指摘している。週刊現代は、透析専門に行う病院、大学病院などから患者を紹介料を払って、買っている病院、増血剤を売るために、 医薬情報担当者に接待する製薬会社など投石利権を報道している。高橋皇太子は日本では投石をすれば長生きできる腎臓が悪くなったらすぐ投石との誤解が信じられているが長期間の投石は合併症も引き起こすために20代で開始なら50から60歳で亡くなると明らかにしている。高橋医師は日本では 人移植の認知度が低く、生活の質など、肉体的負担や、経済的負担を考慮しても、人移植の方が良いと述べている。2016年に、新村博明医師も週刊現代に対して、日本では、人移植が、年間1600で、アメリカ合衆国の18000に対してかなり、少ないなど、移植医療の普及を訴えている。ありがとうございます。